藤森コーナー今日も始めていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。今回はですねこのコーナー始まって今度ねちょっと藤沢さんがこのコーナーを一緒にやってくれると思った理由だったりとか、うん、藤沢さんから見た押野真理子はどんな人なのか、うん、ちょっと話せる範囲でいいのではいはい、はい、そうですね、お願いします。まずほらこのコーナーを始めたいなと思ったのは後にしましょう、後にしましょう、後の範囲ですよ、うん、まず最初はだから真理子さんと、うん、まあ最初知り合った時ですよね。そうですね、そうですね。感情セラピー何言ってんのこの人最初怪しそうな仕事だなこれっていうのが、まあ、まず最初の印象ですよ ね、 そうですね。そう怪しいというか何それっていう感じですよね、うん、純粋に何やってんのみたいな感じ。感情セラピーはぁみたいな感じで頭にハテナマークがいっぱい、ね、出てる状態だったんですけど、うん、でもねだんだん真理子さんで話してるうちに、うんうん、あ確かに人間って自分のこの感情によって考え方とかね、うん、その感情の持ち方で、あ、物事の見え方って全然違うんだなっていうのをね、やっぱり思ってきて、ね、なるほど、うん、そっか、そう、うん、で、まあそこも大事だなっていうふうに思っていて、確かに僕もやっぱりマリコさんと出会ってからのがその考え方とか、結構ね変わってきたりとか。なんだ今まで自分が知らなかった考え方が、まあやっぱりそこはすごい僕もやっぱ勉強になったし、うんうん、よかったよかったよ。そう、それで、うん、なんだろう、ほら仕事って僕はもう会社の経営って苦しいもの、はい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 、うん、そうだね、うん、そうだったよね、そう辛いもの苦しいもの、うんうん、まあそれは当たり前だろうと思ってたんですよね、うん、ずっと、まあ苦しくてし大変だし苦しくて、うん、だからこそ高額の報酬も俺もらってるしって思ってたんで、なるほど、そうだったんだ、こんだけ頑張ってるし苦しいから、そりゃそうだよ、だって高額の報酬もらってんだもん、これぐらい苦しいことやんなきゃと思ってたんで、そうだったんだ、うん、なるほど、うん、そう思っていたのがねやっぱりまあそうじゃない、ね、そうじゃない、うん、そうじゃない人もいたみたいな感じ、そうですね、ね、なんか初めて出会った人種だったって言ったよね、うん、そうですね、どういうところが初めて出会った人種だったの、いや楽しくやればいいじゃんとか、いやそりゃそうだけどと思ってましたね当時は、当時はね最初はねこの人ね、うん、それは楽しく、きれい事はそうだけどねみたいな、ね、それ楽しく経営できて金まで儲かったらそんないいことないよ、そんなこと分かってるよと思ってましたけど確かにそうだね、そう、だけどやっぱり、まあ、そういう考え方もあるんだっていうのを持ってきたりとか、なんかちょうど僕とねマリコさんが出会ったタイミングもそうですよね、うんうん、僕も多分前の会社をやってる時にそうだね、マリコさんと出会ったら多分完全に多分聞く耳持たなかったと思うんですね、うん、はいはい、そうだ、もうね弾かれておしまいだったと思います私、おそらくいや感情で金なんねえからそうだね、そ多分ねそうなっちゃって終わったと思うんですね、そうだと思う、そうだと思う、聞く耳も持たないし多分興味もないだと思うんですけど、うんうんうん、それよりか目先の問題が大事だからみたいな、ね、感情よりかね、うんうん、多分そっちの方になってたと思うんですけど、まあ、タイミングも良かったと思うんですよ ね、うん、ね、本当にそうだと思う、僕もやっぱり新しくまた自分で事業を始めようとか、うんうんうん、なんかこう、ね、前の会社とリセットしてもう一度また自分自身が新たな道をって思ったタイミングの時だったので、うん、やっぱりね結構すんなり、うんうん、ああこういう考え方でできたらいいよなっていうのを思ったりとかで、なるほどなるほど、うん、タイミングって大事だよね、やっぱタイミングもそうだったと思うよね、うん、本当にそうですか、ね、うんうん、私も多分藤沢さんがその前の会社の考え方でやってた時に出会ってたら、うん、あこの人もういいかもって本当思ってたかもしれない、逆に、うん、あの接点がないというか、 なんかこう引っかかるものが多分なかった気がする、うん、本当におそらくそうだったと思います、うん、ね、うん、で感情はでその人はってなってたと思うんですよ僕多分確かに、うん、そうだね、そう、うん、多くねそういう尺度できっと見ちゃったと思うんですね、うんうん、そうだよね、そう、うん、それでもそうだと思う、きっとやっぱタイミングって大事だよ ね、うん、ですね、そうだね、うん、きっと、でその押野真理子さんって人はねその感情コンサルやってる人で、その人はどんな儲け話持ってきてくれんの俺にとか多分そうなっちゃったと思うんですよそうだよね、そうだよね、俺のメリットは何、うん、みたいな、うんうん、感じしか考えなかったと思うんですけど、そうだね、そうじゃなくてで、まあ、いいタイミングだったっていうのもあるんですけど、でやっぱりね今回のこの、ね、うんうんうん、番組をやってみようと思ったのも、うんうん、確かにやっぱり真理子さんの考え方、感情面とかやっぱり人間ってすごくやっぱ経営者は特に、うん、まあ、感情とかメンタルのコントロール、この考え方だけでだいぶやっぱり物事の視点も変わるし、経営のやり方とか捉え方も変えられるって思ったんですよ、そうだね、それはそうだよね、うん、そう
やっぱりそこもできながら、うん、でもやっぱり実際メンタルとか整理されて良、うん、くなった、あもう前向きな気持ちで仕事でこういう考えでやればいいんだと思って、うん、そこの、ね、メンタルのちゃんと整理ができた時に、でもやっぱりその時にじゃあ今度具体的に何やるのっていう、そうやっぱり、ね、ここだけは感情だけでは、感情だけではできないところだと思ったので、そうでそうなると、まあ、僕とマリコさんでの掛け合わせでいくと、うんうんうん、感情の方のメンタルのちゃんとケアというか整理もできて、そこができた後に、うん、じゃあ具体的に、うん、じゃあどう会社を伸ばしていこうかとかっていうこととかの、うんうん、まあ、両方が、うん、相乗効果アプローチできるのは、ね、うん、そういうことをね伝えられたらいいなっていうのは思いましたよね。素晴らしい、その通りだよね、うん、本当にそうだと思うね。経営者って本当にメンタルとやっぱり実践と、私もねずっと思ってたの、メンタルのは整えられるけど実践は私はさっぱりわからない人なので、そこのところはね、うんうん、本当にそうなんですね。確かにそうだ、両方がうまくいってなきゃダメなんですね、うん、経営者の人って。そう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 、だと思う。どんなに戦術とか具体的なやり方が分かっていても、うんうん、メンタルがついてこない、前向きな気持ちになってない、この状態の時はどんな具体的な戦略とかがお伝えしても、うん、多分ねやっぱ動かないですよね。メンタルがやられてる状態とか、まあ、やられてるっていうかマイナスな、そうそう、苦しいとかと思ってると、そうそうそう、やっぱり人間で動かないから、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、で見るものも小さくなってっちゃうからね、うん、そう思います。本当にだからそこが両方ができるっていうのはすごく、うん、そうだね、うん、私もそれこうすごいやっぱり今のこのねコロナがあったりとかいろんな情勢の中でねすごく役に立てることなんじゃないかなと思うし、うん、藤沢さんもね一回やっぱりリセットしたところは多分ねいろんな方にお役に立つんじゃないかなと思う、うん、そうですね、こそメンタルがやっぱりねちゃんと整うことも大事かなと思ってね、うん、そうですね、うん、やっぱりメンタルの持ち方と具体的な、うん、まあ、僕自身はやっぱり、まあ、僕は倒産というのも経験をして、うん、大変な部分ももちろん一人で、ね、大変な経験もあったとある部分もあるんですけど、はいはいはい、これからねやっぱり今事業をやってる人で、うん、今まあこういうコロナ禍の状態とかで大変、うん、会社が大変だっていう人とかが、うん、やっぱりできる限り僕のようにはね、うん、なってほしくないっていう部分ももちろんあるし、うん、でそこに対して何かお手伝いできるね、そこ多分ね藤沢さんしかできない引き出しだったりいろんなことがいっぱいあるんだと思うので、うん、準備することだったり今どういうふうに手をじゃあ打っていったらいいのかとかね、そうですね、うん、じゃあそれでねそういうのでやっぱり救える会社もいっぱいあると思うんですね。そう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 、メンタル面が整って具体的な、うん、ことができればね、そうそう、うん、戦術もあればやっぱり危機を乗り越えられる会社も絶対あるだろうし、本当そう思う、うん、でそれってねやっぱりもう現実的に難しい、うん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 、ってなると経営者の人ってもっとメンタル苦しいと思うんですよ、うん、やっぱり倒産したら自分の生活はどうなっちゃうんだ、その通り、そうそう、本当そうだよね、自分はどうなっちゃうんだこの後、そう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 、うん、ね、やっぱりでもそれでももう難しいっていうのも現実、やっぱり事業の継続が難しいって思う方とかも実はいると思うので、うん、ね、うん、やっぱそういう時とかに、まあ、僕とかが、まあ、お伝えできるできる限りの次へのステップへのスタートの仕方とか、うん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 、ね、本当そこはね、そこは、うん、やっぱねすごくねメンタルというか感情とかの部分もすごくその時こそ本当そこも大事だと思うんで、うん、確かに確かに、うん、そうだね、ここが後ろ向きな気持ちも俺はダメだ、うん、と思っていたらどんなにいいアイデア、ね、次のこういうことをこういうやり方であれば次スタートできるんじゃないですかとかがあっても、うん、気持ちがついてこないけど、もちろん無理なんで、行動できないもんね、うん、確かにね、本当だよね、うん、そうだと思います。そう、うん、だからここの掛け合わせはすごくやっぱり意味があるかなと思うんですよ ね、私も本当にそれはそう思います、うん、ね、そう、だから大変な人が、まあ、今大変だとか思ってる経営者の方ほど、なんだろう、目先の部分でもうやっぱ追われちゃうんですね、追われるのは絶対そうなんですけど、うんうん、やっぱその時こそ結構メンタルの状態を整えてからの方がより多分結果的に最短距離で戦術とかにも取り掛かれるっていう風になると思うんですよ、本当そうだと思う、うん、本当にだからすごいここの掛け合わせはね多分すごいいいと思うし、私も藤沢さんといろいろ話してみて本当にいつも真逆だなと思うんですよ、うん、ですね、いろんなことが藤沢さんは私を見て真逆だなと思うこと何があります、まあ、具体的にいや具体的にでもいいんだけど、真逆、まあ、真逆でよく思うのはだからですね、マリコさんの場合はやっぱりその感情とかの部分とか、うん、マリコさんって基本的にほら感情の部分イコール愛だって言うじゃないですか、あ、言う、愛って言うじゃないですか、う、うん、
まあ、僕には分かんねえよと思ってますよね。そうだよね。そうだと思うよ。そこもだから考え方というか、あれはもう全く違うなっていうのは思いますけど、うんね、よくこんなに違うなと思ったのにね、こういうのやろうなと思ったよね、うん、そうですね、うんうん、そうやっぱね、真逆だからこそかもしれないんですよね。あ、そっか。そう、自分に考え方が近い人だったらそれぞれがやればいいじゃんってなっちゃうと思うので。なるほどなるほど、うん、確かにそうだね、うん、確かに本当だね。そう、うん、だから感情は、僕はその感情のね、僕なんかはやっぱケアとかは、ね、うん、なかなかそんなことはね、それは多分もうね、多分違うんだと思う。分類が多分そういうことはね、うん、違うんじゃないかと思うから、うん、そうなんですね、それはそれでね、きっと違うと思うんだけどね、うん、そう、僕なんかはほら、まあ、マリコさんと出会ってからだいぶ考え方は柔軟になってきたなと思いますけど根本的にはもうほら体育会系論だからいや、もうやるしかないでしょっていう。でさ、藤沢さんと私全然違うんだけど、藤沢さんが私を見てちょっとこれねと思う時ってないの？こうちょっとどうよと思う時ってないの？あんまないですね。そうなんだ。もうね、最初はだから最初の頃は、あ、でもあんま思ってないな。そうなの、うん、そうなんだ。そう、あ、もうこういう考え方だし、あ、マリコさんこういう考え方だからなっていう感じですよねそうなんだ。そうそうそう、そうか。でも最初はいつお金のこと言うんだろうと思ってたって言ってたじゃん。ああ、そうですね。ね、うん、あの、私が感情セラピーって本当にいいんだよっていうのはポーズで、なんか後ろになんかこう、うん、だからそれ言ってんでしょと思ってたっつって言って、うんうん、でもそうじゃなかった。まあそうですね。そういう人種が初めてだったってこと？そういうことじゃなくて。あ、でもそうですね、うん。そういう人は周りにいなかったですね。どんなにいいこと言ったって、どんなにあなたのためにとか。ね、これやった方がいいよとかって、その先にお金だろうって自分の利益は何だ目的は何だって、ね、考えちゃいますけど。そう、うん、それを私は見なかった。そういうふうにはあんまり感じなかったと。あ、まあそうですね。だから最初だけ思ったぐらいですね。最初まだよく分かってない時とかは、うんうんうん、これ俺に近づいて俺から何を絞り取ろうとしてんだとか俺なんか今絞り取るものがねえよとかと思ってましたけど、だからね、そこも思いました。そう、うん、そうだから意外とだからそこはちょっとだけしか思わなかったんですよね。へえ、そうなんだ。だって前の会社の時の僕だったら、うん、もう警戒感全開だと思うんですよ。怪しいしね。で、何、結局俺からいくら取りたいのっていう考えしか及ばなかったと思うんですね。そうなんだ。そう、うん、多分前の立場っていうのも僕もなんとなくやっぱ客観的には分かっていたんで、うんうん、人から見ればめちゃくちゃお金がある、うん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 、この人に何かうまく近づいていけば自分の利益がなるんじゃないかっていうのでやっぱり来ると思っていたから。なるほど、そっか、うん、なるほど、ね、そう、だからあんまり思わなかったのは出会ったタイミングはありますよね。あ、まあ、確かにそれはあるね。だって今の俺なんか取るものなんかあるわけねえじゃんって思ったんで一番最初にはね、あの本の対談でちょっと ね、あのインタビューさせてもらったっていうのが初めてだったからね、うんうん、そう、当時はそうですね。もうなおさらあの時なんかまだ倒産してね、1年も経つか経たないかぐらいだったんで、いや、今の俺に近づいてくる人基本的に確かに僕の経緯とか経歴とか、うん、今のご状況っていうのをある程度分かってる人は、うん、確かに僕に近づいてきてもメリットないじゃん。メリットないっていうか、お金の金銭的なメリットは何もないよ、うん、だよなと思ったんですよね。そっか、うん、そっかそっか、なるほどね、うん、そうなんだね、うん、面白いね、人って。本当にそうじゃなかったみたいな、ね、そうなんですね。そう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 ポーズじゃなかったみたいなね、うん、そうこんな人いるんだみたいな、うん、変わってる人だなっていうのは思いました。今も思う時ありますけどね。そうなの、変わってる人だなとかねえ、どういうところが変わってる人だなって言葉にすると、まあほら、だからもう僕だんだん慣れてきちゃってるから、まあ、マリコさん、これはマリコさんのキャラというかマリコさんだからなっていうふうに違和感も今はないんですけど、うん、まあ、愛とか言い過ぎちゃうから、そんなの世の中ね俺そんな恥ずかしいんですけどとか思ってましたからねなるほどなるほど、そういうこと言うことが恥ずかしいんですけどみたいな、うん、この人よく恥ずかしいマーク言えるなとか最初思ったりしましたけど、でも本当にこの人そう思ってんだみたいな、うん、なるほどね。そう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 、うん、そうだね、うん、本気で。そうなんだよね、私結構思ったことしか言わないから、うん、それがね、多分そうじゃない、分からない人はそれがポーズだと思う、まあ最初はね、そう思う人もいると思うんですけど、うん、そうじゃないんだなっていうのはなかなか今までの僕の周りにはいないタイプの方ですよねそうだったんだね、うん、なるほど。でもみんな本音で言ったりはしないの？しな、
愛とかっていうのはあまり言わないかもしれないけど、自分のこういう思いだったりとかを。あ、でもね、そこはありましたね。そうでしょ。もちろん、うん、僕の周りのそういうお付き合いしていた人たちとかは、まあ綺麗に言ってましたよね。綺麗にだってお金儲けたいじゃん。あ、なるほど、そ、ね、お金儲けたいからそうやって言うよみたいな、変にお金じゃないんですよとかっていう感じの人はあんまりいなかったですね。なるほど、なるほど、ストレートにお金儲けたいからこうだよ、だって儲けようよ、うんうんうん、なるほどね、ストレートにそんな感じで、だってお金あるのいいじゃんみたいな感じで、そう、でも私もそれは思ってる。そう、それはね、うん、いいと思うんですよ、うん、お金は大事だし、うん、お金は回した方が嬉しいよねって思うんだけど、うんうん、そうだね、じゃあ順番がどっちって言ったらそっちの思いだったりのが先になっちゃうんだよねって感じだよね、うん、きっと私的にはね、うん、だからそっちの方がまあはっきりしてていいっちゃいい部分もあるんですけど、うん、お金っていうふうにはっきり言ってるっていい面もあるんだけど、そういう人との付き合いになっちゃうと僕自身もいやお金でいいよ、でもその代わり俺のメリットはない、俺はどういうふうに儲けれるのってやっぱ考えちゃうんですよ ね。 あ、 なるほどね、あなたがお金ってくるんだったら僕もお金だよ、うん、そうだね、じゃああなたと付き合うことに俺は何で儲けれるの、俺はそれで50-50こうね、そうで儲けれるならじゃあ付き合うよみたいな、うん、感じでした、ね、そうだね、うん、儲からないのによく付き合ったね、ね、私もねってことはないけど私も取らないけどさ、うん、藤沢さんもメリットが、ね、あるわけじゃないじゃん、うん、よくこうなんか付き合うっていうかさ、よくこうやって関係性がこうなったねって思うよ。そうですね、確かにね、うん、まあまあなんかでもなんか2人でいろんなことやってたらなんか面白いというか、自分たちがこれはいいんじゃないと思ってやったことが、うん、まあ結果としてお金になるかもしれないし、うん、なんかビジネスになるかもしれないと思う、うんぐらいでなんかいいかなみたいな感じなんですよね、うんうん、まあ確かにね、うん、それは多分でもそうなるんじゃないかなと思うんだよね、うん、やっぱり私はね、そうだけど、その藤沢さんがさ、今までそういう経緯で人と付き合っていたそれってめっちゃ嫌な人みたいな感じに聞こえるかもしれないけどそうだから、そこがなんかこういう形に今もこういうふうにお金とかメリットじゃない付き合い方をしてるっていうのって、うん、ねと思って、そうですね、ね、そう僕はなんってだろうな、なんか、うん、まあ、僕も今までにこう周りの人たちというのにいないなかなか考え方の人、うんうん、前田さん、うんうんうん、まあ、そういうところも新鮮というのももちろんあるんですけど、でもこれって確かにいいことだよなっていうね、そういう人付き合いとか、うんうん、あ、そういうのもやっぱりいいなっていうのももちろん、うん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 、なるほどなるほど、うん、そっかそっか、うん、お金とかも大事だけど、それを抜かしたこの関係性だったりとか、ただこういうふうに付き合う、ただ、うん、本当に藤沢さんと本音入れたりね、いろいろと面白いんだよね、うん、なんかね、そうだから、飾って付き合うとかじゃなくって、うん、だからすごく僕もなんだろう、うん、話してても下手にこれは言わない方がいいんじゃないかなとかそんなことも何も考えないんでそうだね、そう、うん、そういうのが気楽でいいのかもしれないね、うん、きっとね、うんうん、そうだと思う本当に、うん、だからこの番組も多分あんまり飾らずにこのまま言っていった方がきっとね、いろいろと皆さんにとってもね、うん、面白いのかなと思うしね、うん、もう言いたいことをお互いね、お互いね、そう、そう、あの言い放って言い放って、うん、そういうコーナーにしていけばいいですね、うん、きっとね、うん、そう、うん、そう、まあそういう風になるんじゃないかなと思ったんでやりたいなって思った、そうだね、そうだね、そう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 、確かにね、いろいろこれ言っちゃいけません、あれ言っちゃいけませんってなるとやっぱり窮屈だし、一回頭で考えていろいろ話さなきゃいけないのは大変だもんね、うん、うんうん、確かに、そうだからね、メンタル面と実践面で、うん、まあ、こう番組を作っていきながら、ね、お互い本音で言うことが多分誰かのね、きっと役に立てばいいなって感じです ね、 そうですね、きっとね、うんうん、そう、僕はやっぱり今こう苦しい思いをして経営をしている経営者の人とかが、うん、に何か伝わればいいなっていうのを思うんですよ ね、 ね、本当ですね、うん、そう、私ね、そうそう、ちょっと藤沢さん頑張るの好きじゃないですか、うん、藤沢さんの中の頑張る定義って何、はい、頑張ってるっていう定義って、昔も頑張ってたじゃないですか、うんうん、今も自身の時は頑張るじゃないですか、やってます、頑張るっていうのの定義って何ですか、うん、頑張るっていうのは自分の中で今その向かってやってる仕事が日々にしても、うん、目標を立てて向かってるにしても、うん、やっぱ後悔しないぐらいちゃんとやってるかって感じですよ ね、 そうですね、ああすればよかったらもうちょっと俺やればよかったなって思いたくないっていうのがあるんですよね、なるほどね、うん、多分それが頑張ってるってことなんだよね、きっとね、うん、そうですね、だから僕自身は自分が頑張ってるとは思ってないんです ね、うん、そうね、自分がやりたいことをやってるから、まあ、前の仕事の時はちょっと
ちょっと終盤は頑張ってる感、うん、自分でも感じてましたけど。そうだね。あ、そうかそうか。そう。え、じゃあ頑張ってるっていうのは一生懸命やってるとはまた違う感じの。一生懸命、うん、一生懸命というか、でも頑張るの好きじゃん藤沢さん。私ね、私の中の頑張る定義は、うん、嫌なことをやってるのは私の中では頑張ってるのなんだよね。あ、そんなことないです、ね、そうなんだよね。だからね、うん、頑張る定義が多分こうやって違うんだと思うんだよね、きっと。そう、自分的には特に今の、うん、今の僕は頑張ってると自分で思ってないんですよ、別に。そうだよね。そう、人が見たらそう映ってるだけなのかなと思ってるんで、自分自身はね、全然頑張ってるなんて思ってないんですよ。そうか。そう、自分がやりたいことやってるし、好きな仕事をやってる。うん。じゃあ頑張ってる定義って何？一生懸命やってるってこと？じゃあでも頑張ってるっていう定義じゃない？そことか。そうですね。だから今は自分が別に頑張ってると思ってないんで。ね、でもさ、経営には頑張りが必要だってちょっと思ってるじゃん。どっか。頑張ることも大事みたいな。あ、そうですね。なんだろうな。頑張るというか、うん、僕ね、頑張るっていうよりは、まあ、自分の特に経営者の人が、うんうんうん、自分の能力が100持ってるとしたら、うん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 、やっぱり、ね、100を使うっていうのはもう義務だと思ってるんですよ。なるほどなるほど。これを70、80で終わらせてたら、それは僕の中で結果それは頑張ってないのかもしれないです、ね、ああ、なるほど。100の能力を持ってるなら100の能力を使わなきゃいけないと思ってるんで、うんうんうん、それが100の能力を100使ってない時に頑張ってないよね、まあ、思っちゃいますよね。そう、本来持ってる能力とか力を全部を出し切ってないっていうのはそれは頑張ってないんじゃないと思っちゃう。なるほどなるほど、うん、そうなんだよね。こういうふうにやっぱ定義が違うんだよね。私は一概に嫌だなって感情が思うことをやることが頑張ってるなんですよ、うん、私の中の頑張る定義はね、うん、だからその嫌だなって思うことじゃなくって、嫌だったらもっといいことがあるんじゃない、うん、やり方があるんじゃないって思うのが私の中の頑張る、うん、でも藤沢さんの中では100ある能力を70、80で止めてるのがきっとそれ頑張ってるって言うんじゃないよねみたいな感じだよね。そうですね、うん、やっぱそうそう、うん、やっぱり持ってる自分の能力を全部を出し切らなきゃ、うんうんうん、まあ、僕は経営者としては仕事に対して失礼と思っちゃうんですよね。100の能力を持ってる経営者はやっぱ100使わなきゃと思うんで。なるほどなるほど、うん、確かにね、うん、そっか。そうそう、こういうふうにね、多分ね、言葉の一つの内容でもこんなに違うわけじゃないですかね、うん、多分、うん、なんかその見方の違いだったりとか、うん、その方法のもちろん違いだったり考え方の違いよね。そこをちょっとなんか藤沢さん視点から私視点からって話していくのが、うん、多分すごい面白いんじゃないかなと思ってね、うん、そう、このコーナーそんな感じに、ね、確かにそうですね、していくと面白いかな、うん、そう考え方、そこだけでも全然捉え方が違いますからね。全然捉え方違うじゃないですか、うん、でだから経営者は頑張らなきゃいけないんだよねとかって言われると、いや頑張らなくていいのになって私なんか思っちゃうわけですよ。だから頑張る定義がそれぞれ違うから、 そこをやっぱり理解するっていうか、そこをなんか私は聞くのが面白いんだよね、やっぱり逆に、ね、あ、そう考えてるのねみたいな、うん、私はこんな風に考えてるんだけどねって、うん、ね、どっちが正しいわけじゃないじゃないですか、これって、うん、そう、だからこれを多分ね、確かにそうですね、うん、だから僕もこれを見ている方とかがそれぞれ考え方ってあって、うん、これが自分にとってしっくりくることで参考になってくれればいいかなと思うんですよね。そう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 、だと思うんだよね、どれが正しいはないと思うんだよね。そう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 、そう思って、うんうん、だからね、こっち寄りの人とこっち寄りの人がここにいるわけだから、うん、確かにそうですね。そう、だからそういう面でね、いろいろね、ちょっとこれからもね、うん、楽しんで見ていただけたらなと思います。はい、はい、今日もありがとうございます、うん、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あなたは一生懸命にやってるけどなかなか成果が出ない、好きなことで仕事をしたいけどそもそもその好きがわからない、自信がなくて人の意見に左右されてしまう、そんなお悩みありませんか？実はこれ全て感情で解決できます。嫌だなって思っている感情があると行動ができず結果が出ません。その嫌だなという感情を解決すると、スルスルと行動ができるので、頑張らなくても結果が出ます。ビジネスや仕事で成功するその先の、人生を成功させるための感情セラピー養成講座、今一日体験会を開催しています。詳細は概要欄から。体験会でお会いできると嬉しいです。最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。